はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やっていきましょう。では頂上決戦の今回選択チャレンジね、やっていきますか。さあ、ではボタンを押しました。スコアさんかな、スコア先制取られましたね。ひなことろ、ひなこ、クラウザー、 SRSR、 うわ SR しか来ない。さあ最後 UR、 これはテリーやね。テリーとネームレス、うん、防御出なかったな。さあ向こうはネームレスと、あと1体は、リンですね。しかも、シンゴがいる。オロクリもいますね。あ、ハオマルとリンか。シンゴとオロクリ、ヒナコ置いて、防御っぽいキャラがヒナコしかいないんで、かなり嫌な感じやね。あ、ハオマルか。ハオマル出しといて、忘れてた。テリー置くかな。SR テリー置きましょう。硬いな、向こうのチーム。ビリーとシンゴとリンなんで崩せないね。まあ、全滅は、あまり考えない方がいいな、この場合は。ヒナコ使います。使ってこのまま行きましょう。あ、センプレスラン出てる。めまいは入ったね。めまい入るなら、全部バッドで行こう。全部バッド。あー、どっちにしても次のターン倒すかな。そうやね、調整むずいね。ベニマルは下げるのかな。さあ、ベニマルどうするか。ベニマルこのまま来ましたね。このまま来ると、ヒナコは毒でやられそうやけど、20入ってるんでね。あ、やられない。やられないか。ね。新しいキャラ出されるん嫌やな。何がいたかな。 UR 何渡したっけな。あ、ネームですね。このままじゃまずいな。テリー出すか。テリー出しましょう。うわ、スキル何も出えへん。これね、できればハオマルで、倒したいんですよね。むずいかな。あー、今テリーやったか。やってもうたね。ここはビリー叩こう。スキル何も出なかった。これね、ヒナコでもよかったかな。頭、まあ、出されるキャラによってでも変わるんで、まあしゃあないか。テリーは、テリー頭出しは。さあ何を出してくるか。ビリー、あ、ビリー一体出し。ビリー使わないか。これヒナコやられますからね、毒で。シンゴはスキル出てる。ハオマル打ちたかったね、できれば。ろくなキャラいないな、こっち。メイとか出してもねーって感じだけどね。メイ出しますか、でも。メイ。メイでちょっと後列叩いとこう。さあ、どこに飛ぶか。リン。さあ、どう、体勢入ってないね。よしよしよし、いいね。体勢入られると困るからね。ブリッツボールは出てる。さあ、ブリッツ出て。リンゲージ溜まってますね。てか、全キャラ溜まってる。ビリーとシンゴも溜まってます。さあ、ここは。やっぱリンをね、削っときたいんですよね。耐性があるから、いつでも倒せる状態にしときたい。けど、必殺耐性があるから、ほんま難しいんですよね。イオリ一体だし？あ、イオリか。これ、八乙女でやられるか、メイリーは。あー、そうやね。メイじゃちょっとやらかすぎるな。覇王までやばいな。ですよね。まあ、ガードしてるけど、それでも毒がやばいんでね。あ、全然減らへん、ダメージは。ただ毒がね、これほんまに、ほら、これ毒めちゃめちゃ強いんですよ。毒が強い。ここはね、クラウザー、ロバートあたり出しとこうかな。ロバートで、これはさすがにビリ生きると思うけどね。いや、でもこっちにしとこう。こっちにしときます。で、このシンゴを叩いて、こういこうか。テンプレツ弾は下。ビリーのゲージ下げとこう。テリーゲージ、テリー使いたいんでね、こっちは。さあ、向こうどう出るか、ここで。今のロバートをね、まあ、下の列に打ってもいけそうやったんですけど、まあ、信号でも削りたいっていう気持ちもあるんで、微妙に調整していこうかなと思って。さあ、このまま来ましたね。ビリーじゃない、ロバートは生きるので、ここは次、あー、毒出てる。次はテリーとロバート、前出ししましょうか。こう行きましょうか。ほんで、
ここは使わない。これやばいな。シンゴ倒さへんかな。さっきブリッツボール打っとこう。シンゴ倒さへんよね。うん、これ、あー危ねー。なんでテリークリティカル。マジで意味わからん。マジ怖かったし、今の。さあ、次のターンでもう全滅スタンバイですね、こっち。テリーの謎のクリティカルめっちゃ怖かったわ、今。ほんまに。シンゴがマジで、もう HP ないっすね。さあ、ここはシンゴを一体出し。必殺使えないっすよね、ここ。必殺は、使えない。ので、前列2体やられるんじゃない、こっち。多分やられますね、これは、どっちも。そうそうそう。あ、3体やられた。3体やられたら、まあ、最終とテリーで勝ったでしょう。さすがにね。まず最終から打って、テリーはここっすね。おお、綺麗に決まったね、これ。さあ、バスタルフからのクラウザー。いいね。今回、綺麗に決まりましたね。まあ、調整がうまくいった。でも、最後の、SR テリーのね、スキルのクリティカルはめちゃめちゃ怖かったけど。まあ、あれが、もし倒してたらもう完全に負けてましたね。危なかった。はい、では、頂上決戦、続きやっていきます。選択チャレンジボタン押しました。さあ、センチャレ。最近 LR がね、非常に少なく感じてます。K' さんや。アイコンも K' やね。先生取られたエイジー。さあ、今回はどんなキャラが出るか。ウィップかな。ラッキーとウィップ。UR 黒ゼロとシェンやったら、まあ、好みでいいと思うけどね、僕はシェン取ります。LR 来ましたね、茹でたら。ラルフ取りましたが、ただ今日 LR なんでね、向こうメイテン君と、もう一体が、強いキャラやったら非常にやばいね。さあどう？バイスか。バイス取りに行ったの？あー、テリーね。バイスか。バイスは一応要注意やな。ラルフワンパンされる可能性もあるし。エイジ置いて。あー、防御が、あんまりいない。あんまりというか、いないやん。ラルフしかいないやん。どうすっかな。テリコね、置きたくないな、あんまり。相手のキャラ見てから置きたいな。なんで、ちょっと、保留します。ここはユリ出しとこう。こういこう。先生取られてるよね。先生と、あ、めちゃくちゃ LR で来るな。バイスとメイテン君も出てますね。さあ、ここは、ハオマルの怒りダウンが、先鋒出てるね。さあ、これで、ラルフゲージたまらない。ユリ前に出すか。これでいこう。ラルフ。わー、スキル出ろよ、ラルフ。スキル出てほしいね。アンヘルに打たれるよね。ハオマル前にする。ユリが何もせずやられますね。しかもワンパンやし、クリティカルや。あ、ワンパンではないけど、ほぼワンパン。バイスでゲージ回収して、ラルフに来ましたね。いやー、このメイテン君のね、固定ダメージ強いよね。ここはね、どうすっかな。エイジ前に出して、シャンフェイ行くか。バイスが、あ、間違えた、ちょっと、間違えた。1が間違えた。何これ。1間違えた。やらくてか使おう。てか、ラルフスキル出なさすぎ。スキルが出なさすぎる。これはね、ラルフで回収したいけど、よし、回収できましたね。毒は、バイスゲージ溜まってるか。バイスに打っとくか。バイス、いや、ていうか、ラルフの位置がやばいな、これ、マジで。マジでやばい。真ん中に、シャンフェイ入れたつもりなんですけどね。なんか、スライド滑ったんかな？あ、霞やったら助かるわ。霞やったら助かるんですけど、メイティン君溜まってたらだいぶやばいな。うおー、ワンパン。あ、生きてる。微妙に今の生きるの。嘘でしょ。うわ、ラルフ生きろよ。メイティン君、危ないか？危ねえ。怖え。さあ、ここはね、メイティン君もう撃ってくるよね。メイティン撃ってくるから、ラルフ守らなあかんな。
っていうかラルフのスキル出なさすぎて全然回復できひんな。ほら、なんなんこれ。そんなにスキル出ないか。リップ打ちましょう。で、リンも打つんですけど、てかラルフマジやばいなこれ。ラルフは使わん方がいいかもね、むしろ。いやでも使わなあかんか。使って怒りダウンしとかないとね。でここはラルフでまた回収したいんで、こうかな。あーできないか。できない。これラルフやられるんじゃないかな、マジで。3ターンスキル出ないのは辛いな。さあメイ来た。メイぐらいだったら耐えるね、耐えるよねラルフ。メイぐらいだったら多分耐えるけど、しかしこのメイティン君が怖い。うん、これは耐えると思うですね。次ね、どうすっかな。ここはシャンフェイ倒しに来たね。辛いな。テリコじゃ辛いよね。まあでもそろそろキャラ出していかないとほんまにやばいな。ラルフこれスキルバグってんのかマジで。もう最悪やな。ラルフがもうスキル出なさすぎる。これメイはどうすっかな。アンヘルね。いやメイ叩いとこ。ラルフがもうきついわ。でテリコもね、打ちどころ難しいんですよね。ラッキーじゃ倒せないねラルフは。あーアンヘルにも打たれる。さあこれはラッキーでは倒せないけど、リン前にするしかないな。次リンを前にするしかなさそう。メイテンはやばいか。危ねえ、生きてる生きてるけども虫の息や。マジかこれ。先テリコしかないね。しかもワンパンできひんし。でラルフはこっちか、倒すよね。で今バイスの怒りダウンさせたんですけど、バイスって怒り下げに耐性ないか。ないっすね。そしたらこれバイスに叩いとこ。バイス叩いて、とにかくラルフを回復させなやばいんで。あー今ファーニス溜まった。マジか、ファーニスがマックスになった。あーオーバーキル使えるか。さあこれでクリティカルや。これラルフに来るかな、どっちに来るかやね。テリコに来たけど、テリコは生きる。よし危ない。でここも前にするしかないか。そうやね、前にしてテリコは使おう。あーそこに飛ぶの、嘘やん。ラルフ、あそうか、テリコなんかマーキングあったか。そこに飛んだらラルフ回復できひんな。これ溜まってるかなバイス。さあ、おお溜まってない。どっちも溜まってないんですけど、それでもこれはテリコは、うわーもうなんでスキル出ないんかな。本気でスキルが出ない。使うしかないか。さあバスタウルフ、これでバイスの怒り下げれるんで。そうそう、怒りダウンしとかなやばいからね。おお、メイテン君倒した。まさかの、メイテンそんなにあれ耐久なかった、マジで。今倒せると思ってなかったな。これなら勝ったね。いやーよかった。もうほんまにね、ラルフが最初から最後まで不安定やったんですけどね、なんとか守り抜いたっすよマルフ。なんとかラルフをね守り抜いて勝てましたね。いやしかしメイテン君ってあんな耐久なかったかな。踏ん張り今使ってたかなと思ったんですけど、それともテリコのバスタルフで回復率 0% になったんかもしれないですね。ちょっと見直しときますね。まあ、なんとか今回勝ててよかったです。では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。